銀瓶の庭のこの辺りにあるギミックなんですが、今もちょっと開けちゃった。ここ宝箱あるじゃん。んで、この、なんていうんだっけ、これ。ちょっと待ってよ。これか。帰閲小跡。これで、こうやってかけたら、ミニマップのところには宝箱出るんだけど、これどこにあるんかなってずっと思ってたんよ。んで、わかったんだけど、この辺に、変装してるやつがいて、で、そいつ話しかけたら、ここに移動しました。で、どっちだったかな？これかな？ここに樽みたいなやつがあるんで、その樽みたいなやつに話しかけると、この草むらに切り替わりました。そのことによって、この宝箱が出てきましたよと。ちょっとここ非常にわかりにくかったから、しかも宝箱ミニマップでさ、表示されてるのに、それっぽいものが何もなかったから、あれこれどうなっとんかなと思ってる人おるかもしれんなと思って。ちょっとここ分けて残しとくわ。先日マップ開けるまで行きたかったんですが、疲れてしまってやめました。住人リクエストと検証だけしました。スメールの魔人任務は長く疲れました。長いよね、あれ確かに。あ、すごい長かった。いや、長えなって思った覚えがあるもん。てか、何が魔人任務だったんかもあんまり覚えてないけど、非常に長いことだけは、まだ終わらんのんじゃってずっと思ってた。自分がやってる時にね。長っていう。あれ、これ増えた？あれ、昨日来た時こいつら一匹じゃなかったっけ？あれ、昨日一匹だったような気がするんやな。もしかしたら、数日間リンゴを置き続けると宝箱出るとかかな。ちょっと気のせいかもしんないけど。いや、3匹はいなかったと思うんやな。まあいいや。で、イディアス、これ何？あ、イディアと会話する。これ別件なんだ。ちょっと切り悪いから、ちょっと適当に、ちょっとボートのとこ開放しようか。ちょっと地味なことやって合わせよう。まあ、とりあえず宝箱のあれだけ伝えたかったからね。そう、魔人任務とかね、世界任務の数も、やっぱスメール、めちゃめちゃ多かったよな。すげえ時間使った覚えがあるもん。まだ終わらんのんじゃった。やっぱさ、アップデート後、とりあえず、やるじゃん。んで、割と長くやって、てんのにまだ終わんないんだみたいな。アランナラのやつとかもね、そうだし、コンテンツ量がすごかったよな。あ、これ3箇所探さんといけんか、いけんのかぽいな。間違えた。おう。スメールの魔人任務、いよいよエンドレスのに突入します。あー、あれか。あのやつな。あれもよく考えられてるけど、結構、大変だったよね。弓出すか、これ。
終われば都市評判ができるので頑張ります。ああ。これで2個。あれ、もう1個こっち方面にあんのかな？下なんかな？あれか？あ、違う、これ別件？なんかそれ、あ、あれかな？なんかいろいろ言いすぎて。あ、あれっぽいね。今のっぽいね。こいつらはどうしたん？どうしちゃったん？この件はわかるかい？なんだろうな。おう。ワクワクするね。これ。あ、ちょっと待った。なんか重要そうなやつはちゃんと分けてやろう。あ、なんかこいつ、おかしくない？こんなもん。なんか変な光り方してない？こんなもん。兵器迅速。ボートポイントだけ解放しよう。あれ？あ、これか。もう一個の。ボートポイント。どうだっけ？解放して、アーカイブ切り替えて、イディアさんのとこ話しに行こう。いや、ボリュームがすごいよね。で、なんかあれ見たわ。なんだっけ、スターレール。スターレールの生放送。いや、あっちはあっちでボリュームすごそうだったな。えぐいよな、ボリュームえぐいよな。剣与万尺。こいつはどうだ。風邪ひくなよ。行くぞ。どうですか？そうなんですね。忙しくなりますね。なんかジンっていう、ジンのさ、これあれ、ちょっと見た？カンルイヤじゃないわ。ダインスレイブの声に似てない？あれ。偶然の出会いには津田さんじゃない？あれ。違うんかな？調べようと思って忘れてたんだけど。ダインスレイブの声に似てるなぁと思ったんやな。津田健さんじゃないか、あれは。で、カフカ実装と。あとなんか、
なんだっけ、あの地下の、地下航空のキャラクターも追加されるんだな。まだ見てなくて見ておきます。うん。そう、あれもなかなか、選手ラフの話が一段落するみたいよ。バージョン 1.3 か。メインストーリーが動くみたい。で、シューボスが追加されるとか。いや、なんかめちゃめちゃボリュームありそうだったんだよなぁ。あれまた忙しくなるでやれるかなぁ。まあ、いや、ちょっとここで切り替えよう。